雑談ぬくもり。オンライン教育っていうと、まあ、ずっと言われてたのは一番上手な先生の最高の授業をどう見せるかみたいな、春一気に全部オンラインにして、特にまあ小学生なんかは特にそうなんですけど、いいものを提供すればいいってもんじゃないし、まして動画だけ見せてればいいってもんでは全くなく、まあ、簡単に言うとコンテンツのとしてのいい動画は授業であっていいんだけど、交流っていうか相互の時間っていうのは絶対必要で、中でも何でもない、例えば学校なんか行くと先生おはようって、昨日ね お母さんたちとね買い物行ったんだよって、なんとかまたにみたいなことあるじゃないですか。もうあの時間がもうむちゃくちゃ子供にとっては重要ということがだんだん分かってきたというか、あそこですごく子供は居場所感を感じて先生を好きになって認めてほしいなこの人にみたいなものが出来上がる、まあ、たまたま私たちの場合は若者がメインでやってたので、彼らが僕じゃなくて本当に彼らがいやいやあの動画だけじゃダメですよと、絶対週一でいいからあの相互交流する時間作んなかったら子供なんか続かないじゃないですかみたいなこと、奥にあるのは子供の本質っていうか、子供は何によってやる気になるかっていうと、いいものを見せてればやる気になるってものじゃなくって、この人好きとか、この人に可愛がられてるとか、この本当にちょっとしたことですね、やっぱ可愛がられたい生き物なんですね。だからそこに向けたマンツーマンの時間とか、あれ髪型変わったとかだけでも大きいっていうかね、なんか全然違うじゃん前髪がみたいな、こういうものがオンラインを継がなく持続的にやり続けるのにすごく大事っていうのがやってみて分かったことですよね。